皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は5月15日からやってきたユベントチエセレベマ比較やっていきたいなと思います。もうね、冒頭のタイトルコールで分かった方いると思うんですけど、現在喉ぶっ壊れております。昨日の生配信で突然カスカスで声が出なくなってしまって、だいぶ昨日よりは良くなったんですけど、本調子ではない状態なので、すいません、今日だけはご了承ください。今薬とかも飲んでなんとか良くなろうと頑張ってますので、明日明後日ぐらいにはだいぶ良くなってくるんじゃないかなって思ってますね。ということで本日は月曜日からやってきたユベント CS、 バグ強化枠の注目選手含めてがっつり紹介していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。そして本日もなんとか月曜日に比較動画投稿できましたので、ちょっとでも皆さんこんなったなって思ったら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまずこちらが各選手のトップ強化になりますので、ぜひこのあたりも頭に入れた上でこの後の個別比較楽しんでいってください。で次にですね、ガチャ全体の評価になるんですけど、今回のおすすめ度星3.5 でございます。いや最近はですね、暑い月曜日ガチャ続いていましたので、マンチェスターシティだったりレアルマドリード、チェルシーなんかと比較するとちょっと渋めになってくるんじゃないかなって思いますね。割と全員登場回数多いですし、バグ強化枠のポグバも波が大きいって考えるとめっちゃ魅力的って感じではないんですよね。まあダニーロ、ロカテリ次第かな。この2人が気になる方は引いてもいいと思うんですけど、正直このガチャは久々にスルー推奨って言い切れるガチャになっちゃってるんじゃないかなって思ってますね。まあどっちにしても木曜日に6周年キャンペーンが来て大きな動きが来ると思いますので、そこまでは様子見で引かないでいただいた方がいいんじゃないかなって思ってますね。ということでここから個別比較、まずは B 評価第8位ミレッティ選手。このガチャ唯一の初登場で、おそらくユベントスファンからしたら最高の登場だとは思うんですけど、スキル能力的にガチスカレベルではないかな。これからに期待の選手だと思います。さあお次も B 評価第7位ボヌッチ選手。19歳からの35歳、落差がすごいなって思うんですけど、ボヌッチもなんだかんだ久しぶりの登場ですね。この選手はとにかくディフェンス能力だけじゃなくて、しっかり足元もあるのが特徴で、スキルも低弾道ロブやバックスピンロブなどパス系スキルがあるのにも注目ですよね。ただ気になる点も多くて、スピード瞬発がかなり低めなのと、スキルでマンマークもないんですよね。まあこのボヌッチにわざわざマンマークをつけるかって言われると、そこまでではないのかなって思いますので、ガチスカ優先度はちょっと下がってきちゃうのかなって思いますね。最後にこちらが過去版との比較。ワンパも消えてますし、過去版持ってたら外れ枠になっちゃうのかなってところですかね。ピエン第6位、こっからが A 評価、シチェスニー選手。安定のユベントス CS の守護神枠ですね。196cm に低弾道パンドキック持ち、能力も全体的にしっかり85前後なので、普通にガチスカ食い込むレベルのゴールキーパーではありますよね。無課金、美課金勢だったら、C 固定期間ガチスカゴールキーパーとして使うのも全然ありなんじゃないかなって思ってますね。ただ、ズバ抜けた強さがあるわけではないので、大体このぐらいの順位に落ち着いてきますよね。最後にこちらが過去版との比較。過去と比較しても大きく強くなってるわけではないので、乗り換えも特にしなくてもいいのかなって思ってますね。第5位 A 評価コスティッチ選手。コスティッチはとにかく一芸に秀でたタイプなので、ハマる人にはめちゃくちゃハマる選手ですね。今回スタミナトップ強化なので、脚力8振りでスタミナ92、豊富なスタミナと高いスピード瞬発でサイドを抜け出してフライパスの高さを生かしたクロスを量産できれば、相手にとってかなり嫌な選手になるんじゃないかなって思ってますね。ウイングにも適性があるので、もうちょっとシュートにタレントポイント振ろっかなとも思ったんですけど、こんな感じで完全にクロス専用マシンに育てていただけるのが一番強いんじゃないかなって思ってますね。それこそディビアンとかでもクロスゲー使ってくる方だとかなり使用頻度高いイメージなので、そういった方には結構当たりになってくるんじゃないかなって思ってますね。ただちょっと残念なのが過去版との比較で、これ過去最弱じゃないかな。初ゲットだったらいいですけど、かぶったらかなり渋い枠にはなっちゃってますね。お次は第4位 A 評価ブラホビッチ選手。今回のブラホビッチ能力結構強くないですか。ビジコントップ強化で TS100 で90乗る上に、オフェンス点数決定力90超えのスピード瞬発もしっかりある。最近ですね、イサクしかり速くてでかいラインブレーカーの価値が上がってきてますので、このブラホビッチもかなりいい感じなんじゃないかなって思ってますね。お任せで振れば総合値も最大99まで上がってきますし、今週 A で即使えるのもありがたいですよね。ただ気になるのはこの逆足の精度頻度、ストライカーでどちらもやや低いは結構マイナスポイントだと思ってますので、ここが理由で使わない方も多いんじゃないかなって思ってますね。ただ能力は光るものがありますので、利
利き足をしっかり意識した上で使ってあげてください。でこちらがですね、同じ大型ラインブレーカーのイサクとの比較になります。足元やスピードは負けてるんですけど、その代わりフィジカル得点能力はブラホビッチ、まあ、こう見ると足元係数値だいぶ違いますので、イサクとは全然違う使用感になりそうですね。ボールの持ち感とかはイサクの方が良さそうですけど、一瞬の突破とか理不尽な感じはブラホビッチの方が高いんじゃないかなって思ってますね。最後に過去版との比較、これは過去最強でいいんじゃないですかね。指名契約なんかよりもしっかり高いので、まあ、ちょっとの強化ではありますけど、基本的には乗り換えちゃっていいと思いますね。さあこっからがトップ3。お次は A 評価ポグバ選手。このガチャのバグ強化枠ポグバとなりました。通常よりもレベル上限が高い31、素晴らしいですよね。タレントポイントが60あって、かなり自分好みに育成することができますので、僕は今回パス、クイックネス、106、この辺りに厚めに振ってみました。 DS100 で見れば90超えの数値もかなり多いですし、このデカさで繊細な足元や高いパス能力があるっていうのが割と唯一無二な感じなんですよね。ただ逆に瞬発ボリコンスタミナあたりがかなり低かったりとか、そもそも波が大きいなので気になるポイントも結構多いんですよね。今週こそ B ですけど、直近の試合で1年ぶりの先発出場になったんですけど、また怪我をしてしまいましたので、次のシーズン開始までは C 固定でほぼ確定になっちゃったんじゃないかなって思ってますね。なので今回バグ強化はすごく嬉しいんですけど、正直圧倒的な当たり枠かって言われるとそこまでではないのかなって思ってますね。最後に過去版との比較、まあこれはさすがに過去最強なので、ポグバ好きな方はぜひ狙ってみてください。こっからが A プラ評価第2位ダニーロ選手。まあ正直このガチャは2位のダニーロと1位のロカテッリを当てられるかどうかの勝負になってきそうですね。ダニーロは安定の当たり枠で、ブラジルパック買ってない人からしたら一番当たりレベルなんじゃないかなって思ってますね。まず両サイドバックにセンターバックまでディフェンス系全部できるの素晴らしいですし、それでいてディフェンス能力やスピード瞬発が安定して高いので、こういう選手は持っておくとすごく便利ですよね。しかも今週もいいですけど、ライブアップレートもすごくいいので、この辺りも含めて間違いなく当たり枠だと思ってますね。サイドバック型で育成して、メインはサイドバックで起用しつつ、緊急時はセンターバックで使うのがいいと思います。まあ最近はね、やっぱり富安さんとかマルディーニとかが出てきて、ディフェンスの圧倒的な存在っていうのは出てきましたけど、ムカキュンビカキュン勢にとってはすごく重宝する選手なんじゃないかなって思ってますね。ちなみに僕は今回ドリブルパス振らずに守備脚力特化にして、どっちかというとこの振り方がおすすめなんですけど、ドリブルパス振りたい方はエアバトル脚力あたりを削ってドリブルパス4ずつ振るのもありだと思いますので、このあたりは好みで考えてみてください。で攻撃的サイドバックで両サイドバック本的性ある選手で、ライバルって誰かなって思ったんですけど、ナチョあたりの比較がいいかなと思って今回持ってきました。これね結構絶妙ですけど、割とどちらも互角って感じですかね。まあ、能力だけで言えば足元とか守備能力フィジカルナチョの方が優勢な気はするんですけど、スキルでブロッカーとピンポイントクロスの運は結構でかいですよね。さらにダニーロはこっからスキル追加もできますので、スキル追加をしていくとダニーロの方が優先度は上がってくるのかなってところですかね。僕もナチョ当たって A の時はガチスカで使ってましたけど、まあ、どっちも両サイドバックできてこのクオリティって考えたら大当たりであることは間違いないですね。で基本的には当たりなんですけど、やっぱり過去版との比較はちょっと厳しめですかね。ブラジルパックと比較するとほぼ介護感ですし、他の週間なんかと比較しても微妙なラインなので、丸4はギリ乗り換えるとしても他から乗り換える必要はないんじゃないかなって思ってますね。さあこの動画ラストは第1位 A プラ評価ロカテッリ選手。ロカテッリ久々に能力見ましたけど、このバランスいい感じ最高っすね。攻守バランスいい上にスピード瞬発フィジコンボディコン全部80突破、本当に平均値が高い選手だなって改めて思いましたね。さらにスキルもワンパスルパなど持った上にインターセプトなんかもありますので、非常に使い勝手が良さそうだなって思いましたね。波小さいで C 固定期間も安定して使えるって考えたら、なんだかんだ今回の一番当たりはロカテッリになってくるんじゃないかなって思ってますね。ただ若干気になるのはスタミナかな。中盤で85はちょっときついので交代は必須になってくると思いますね。最後に過去版との比較はこちら。丸1よりは明確に強くて、丸2丸5
こはまあほぼ横一線ですかね。まあとはいえですね、丸さんのイタリアバージョンからはなんだかんだ半年近くは経ってますので、契約期間なんかも考えると今回のやつに乗り換えちゃってもいいんじゃないかなとは思ってますね。ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。いかがだったでしょうか。ちょっと喉の調子がやっぱり悪くて話に抑揚がつけられなかったりとか聞き取りづらいところあったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ今週は木曜日に大きなキャンペーン来ますので、そこを楽しみにコイン貯めておきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。